what it is, y'all. It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Well, stay tuned. Damn. Yeah. Room 101 with Chiho Watanabe. Watanabe on Bay FM 78. 午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101。ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。この後3時30分までお付き合いください。というわけで今日はですね、まずリスナーの方からいただいたありがたいメールを紹介したいと思います。ラジオネーム大田金さん。30分枠になりましたが、続けて2度聞いてしまう情報量です。もはや60分番組と変わりありません。私はただいま43歳ですが、リコさんのダ・サイファーやリュウさんのソウルトレイン、ジョイントワンレディオショー、そしてジブさんのビーツ・トゥ・ザ・ライム、ユーザロックさんのプロエン、これはプロフェッショナルエンターテイナーかなと思いますが、プロエンなどを聞いて育ってきました。今もバリバリ日本語ラップ関係のパーソナリティのラジオ番組は欠かさずチェックして聞いています。しかし今や渡辺志保さんが私の主な US ヒップホップの情報源になっております。ありがとうございます。そして2月11日に E テレで始まる星野源の音楽口論という番組に J ディラとマバヌアも少しだけ登場するみたいですね。楽しみです。という、スーパーありがたいお便り頂戴しました。ありがとうございますという、はい、感じですね。リコさんのサイファー、リュウさんのソウルトレイン聞いてた。間違いなく聞いてた。私はリュウさんのソウルトレイン、当時 J-WAVE で放送されてましたけれども、何度か電話でリュウさんと話したことがあって、でその度にですね、こう J-WAVE さんからステッカーを送ってもらってたんですよね。でそのステッカー今も大事に取ってありますし、で電話かかってくる時もこう本番中ではなくて、ラジオ番組が始まる前にこうスタッフさんからお電話かかってきたことがあって、でうちの母親がですね取り継いで、もう普通に家の電話にねかかってきてたから、当時携帯とかもなくて、で母親が、あんたちょっと東京のラジオの人から電話かかってきてるけどどういうことみたいな感じでこうね階段を駆け上がってきたのを覚えております。まあ、こうしたねレジェンダリーな、様々なヒップホッププログラムにね並べていただいてもありがとうございますという感じです。そしてですね、お便りにもありましたけれども、2月17日に E テレで始まる星野源の音楽口論というね、音楽番組がスタートするということが、ウェブのニュースなんかでも発表されておりましたけれども、でこの番組なんですけれども、全4回にわたって偉大な音楽家の人たちをね取り上げるということで、おそらくいろんなジャンルの方たちを取り上げるんじゃないかと思うんですが、その第1回目がなんと J ディラの特集なんですよね。ここがやっぱなんか星野源さんのすごいとこだなというふうに、思います。で、そこにゲストとしてマバヌアさん、日本の、アーティストのマバヌアさんもちょっと、出演するというふうに発表されました。っていうか今日2月17日まさに今日放送されてるから、もしかしてもうそれを見て今この番組を聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれないですよね。で、星野源さんご自身もおっしゃっていたことなんですけれども、この番組もともと私も実は、参加させていただく予定で、でただねその収録日前日に私が体調不良に起こしてしまいましてですね、もう泣く泣く会えなく、出演キャンセルということになってしまいました。でそのお休みしてしまった私の代わりにですね、あの大和田敏行先生がJ ディラの会にね急遽出演していただくということになりまして、大和田敏行先生そして高橋義明さんの、お二人でですね J ディラについて解説するという形になっております。で源さんもですね、もしね次の機会があればということもおっしゃってくださっていたので、私も次の機会をこうね今かと待っておりますという感じですね。また皆様にいいお知らせができる日が来ましたら、ずうずうしく厚かましくこの場も借りて発表したいなと思っております。というわけで先週の放送で J ディラのドーナツというアルバムからストップという曲をですねエンディングにかけたんですけれども、せっかくこうしてお便りもいただきましたので、私のすごくこうね、J ディラって天才だなと思って
思った一曲がありまして、それが、まあ、あの彼の名義の曲ではなくて彼がプロデュースした曲、エリカ・バドゥのディドゥンチャノーという曲ですね。でこの曲2000年のママズガンというアルバムに収録されている曲なんですけれども、今聴いてもしみるなというふうに、ね、感じます。あの最初の歌い出しも、あのどっちの道に、ね、進もうか今まだ決めかねているところなんだよねっていう歌詞で始まりまして、で、まあ、どっかで私道を間違えちゃったみたいなんだよねっていう、そういった歌詞の曲になってます。でこのママズガンというアルバムなんですけれども、まあ、あとバッグレイディーとかね有名な曲入ってますが、このアルバム当時リアルタイムで聴いてて、で、自分が高校1年生ぐらいなんですけど、でなんだけどこのアルバムなぜか2020年そのコロナ禍でずっとお家にいなきゃいけない時で、かつ私は2020年の3月に出産したので、もう新生児と赤ちゃんとずっと一緒に家にいなきゃいけない時っていう、まあ、そういった時間が何ヶ月かありまして、結構こう精神的にも辛いって思ったことが、あったんですよね。でその時になぜかねこのママズガンを結構繰り返し繰り返し聞いていて、でまさにこのディドゥンチャノーのリリックとかバッグレイディのリリックって20年経った今の自分にすごくしみるなと思ってですね、何度も何度もリピートして、聞いてました。そしてプロデューサーとしての J ・ディラの手腕にですね、わこれは本当どこを切り取っても素晴らしいトラックだなと思いながら、聞いておりましたので、今日の1曲目としてオンエアしたいと思います。エリカ・バドゥでディドゥンチャノー。音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101、湾岸エリアのラジオステーションベイ FM からお届け中です。番組へのご意見ご感想、そして質問やリクエストなどなど何でもいいので皆様の声を聞かせていただけると嬉しいです。ぜひツイッターやメールなどで、お声を聞かせください。ツイッターで感想をつぶやいてくださる際はぜひハッシュタグルームアンダーバー101、ルームアンダーバー101をつけてくださると嬉しいです。一つツイート紹介したいと思います。吉田久さん、私は85年の1月生まれなので多分渡辺さんと同学年だと思うのですが、2000年頃にヒップホップにハマり始めた時は一体何なんだこの世界はと衝撃を受けたのに、今あの頃のヒップホップを聞くと懐かしいというか安心感すらあるんですよね。なんか年取ったなって最近本当思いますっていう、こう私の気持ちを代弁してくださっているようなツイート、ありがとうございます。あのまさに同学年ですね。私は84年の6月生まれなんですけど、そうですよね。でしかも2000年頃ってその、まあ、私も中学生とか高校生とかそれぐらいの時期だったから、今みたいにね、もちろんあのストリーミングサービスもないですし、自分が聞くことができる音楽って非常に限られていたんですよね。だから1枚のアルバムを本当に何回繰り返し聞いたかわからないという感じもありますし、もうだから自分のこう体に染み渡っているっていうね、そういったのがこう私の2000年ぐらいのヒップホップミュージックへの印象なんですけれども、だから今聞いても本当その染み渡っているって音楽だから安心感というのは本当ありますよね。もう世代ですよね。はい、本当年取ったなって私も、最近本当に思います。そしてお聞きのあなたからのメールもお待ちしております。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。では今夜のミュージックガラージルーム101のメニュー紹介です。まずは音楽ストリーミングサービス Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきます。そしてその後は私が気になっている音楽トピックとともにいくつか楽曲を紹介したいなと思います。それでは Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきましょう。今日はですね、グローバルバイラルチャートから、紹介したいと思います。世界の口コミを制している曲ですからね、これはホットな曲なんじゃないでしょうかって感じがするんですけど、しかも今日紹介するのはその口コミチャート、バイラルチャートの1位になっていた曲なんですよね。で、まあ言うたらなんていうの、 TikTok で流行る曲って、まあ、ちょっと単純なイントロというかね、こうキャッチーなイントロ、キャッチーすぎるイントロ、キャッチーすぎるフックみたいなイメージがあって、なんかだからこの曲もこうチャートの曲をね上から再生していくわけですけれども、まあそういうちょっとキャッチーな曲なんだろうっていう風に思ったら、意外にもですねすごい期待を裏切られた感じもするんだけど、めっちゃめっちゃラップが上手い、普通にラップが上手い曲だったんだよね。でも一聴してですね、あれ
あの人の声に似てるなっていう風に、感じまして、でそれが原因でちょっとバズってるみたいなんですよね。で今から紹介する曲なんですけれども、ベン・ライリーという、ニューヨークのですねブラウンズベル出身の、ラッパーの方、もう10年以上のキャリアがある方なんですけれども、彼のメイタグカッコタックスフリーという曲が今その TikTok を中心にバイラルヒットしているっていうことなんですね。で私も似てるなって思ったんだけど、その似てるなの相手がケンドリック・ラマーなんですよね。で、あの TikTok もザザザッとこういろんな投稿を見てみたんだけど、この人の声ケンドリック・ラマーに似てるみたいな、そういった形でシェアされていることが多くて、本当にそれが原因で、原因というか要因で今グローバルバイラルチャートの1位になっているのか、ちょっとあの疑問なところもあるんですけれども、まあ、間違いなくそれがですねバズのあの1要素になっているんじゃないかと思います。でかつですね、その楽曲聴いていただくと分かるんですけれども、途中でこうビートスイッチと言ってて、こうね曲調が変わる、転調するところがあるんですよね。であの声の感じもフローの感じもケンドリック・ラマーに似てるんだけど、ベイビー・キームにも似てるので、この曲が転調するバイブスっていうのも、まさにベイビー・キームがケンドリック・ラマーと一緒にねリリースしたファミリー・タイズという曲がありますけれども、まあ、そういった曲でやってたことでもありますし、だからこう私が見た TikTok の投稿だと、この1曲、ベン・ライリーのメイタグという曲、この1曲の中でケンドリック・ラマーとベイビー・キームのコラボ要素が楽しめるぞみたいな、かっこ笑いみたいな感じの、投稿なんかもあってですね、まあいい得手妙だなというふうに思った次第ですね。はい、というわけで皆様もね感じると思う、似てるなと。はい、というわけで、聞いてみてください。ベン・ライリーでメイタグタックスフリー。Dig tracks, get the rhythm, move to the beat. Recommended tracks, nail it, flow.渡辺志保がお届けしている BFM ミュージックガラージルーム101。続けて、最近気になっている楽曲をいくつか紹介したいと思います。あの、イアン・ディオールというですね、まだ若い、ラッパーの方、皆さんご存知でしょうか。この番組でも何度か取り上げたことがありますし、で、なんといってもですね、あの、24K ゴールデンと共演したムードという曲がね、大々大ヒット、ビルボードチャートでは、トータル8週にわたり1位を獲得したということで、で、この曲、しかもオルタナティブロックと他のね、ラジオのチャートでも首位を獲得してたわけなんですよね。だから本当にもうイアン・ディオールにしても、この 24K ゴールデンにしても、今やこうラップという枠組みを超えて、あの若いポップアーティストとして、あの世界中の人に聞かれているのではと思うんですけれども、まあ、そんなイアン・ディオールくんがですね、先日、今年に入りまして1月21日にセカンドアルバム On to Better Things というアルバムをリリースしました。で、あの以前この番組にこう年末にですね、シャマステーションさん、通称シャマスさんをお迎えして、その来年はどんななんかトレンドになりますかねみたいな話を伺った時に、シャマスさんもそのもっとこうロックテイストをフィーチャーしたアーティストが増えるんじゃないか、そういった曲がヒップホップのフィールドでも増えるんじゃないかというふうにおっしゃってて、あ、なるほどというふうに思ったんですけど、このイアン・ディオールの新譜がまさに、そうした感じで、まあ、いわゆるそのエモラップっていうところがまあ潮流にはあると思うんですけれども、まあ、そこから派生してロックサウンドを大胆に取り入れている。しかもそれがなんかこうね、ちゃんと今っぽいサウンドに仕上がっているんですよね。それは多分彼のメロディーセンスとかフローの問題だと思うんですけれども、で、この On to Better Things にも、あの、トラビス・バーカーが何曲かにわたって参加していて、トラビスといえば、今私のトラビスといえば、あの、コートニー・カーダシアンと婚約したっていうのが、一番ホットな話題なんだけど、まあ、それ置いといて、トラビス・バーカーといえば、あのブリンク182のドラマーということで、まあこれまでにももちろん、いろんなヒップホップアーティストと共演してきましたし、ウィロー・スミスと一緒にね、共演もしてきたり、などなど、なんか、だから、ウィローのケースを取ってみても、今のこうアメリカのね、若いアーティストにとっては、このトラビスとかブリンク182の存在っていうのが、我々の世代とはまた違う感じで受け止められているんだろうな、というふうに感じて、で、ブリンク182も私が、もう彼らのピークって多分90年代後半から2000年代前半とかにかけてだと思うんですけれども、だから今20歳ぐらいの子たちはさ、自分が生まれるぐらいのね、時代のバンドっていうことですよね。そうしたアーティストと一緒に曲を作ったり、ね、レコーディングしたり、まあ、ツアーをしたりっていうことが今、ね、それがこう盛り上がっているっていうのがちょっと不思議な感じもするんですけれども、まあ、まさにシャマスさんが言い当てた通りですね、今年は非常にこうね、ロックテイストの、新たな
アーティスト、新たな楽曲、新たなアルバムがこれからどんどん出てくるのかなというふうにも感じさせられました。というわけで、じゃあそのイアン・ディオールのアルバムから1曲、トラビス・バーカーをフィーチャーした曲を聴いていただきたいと思います。イアン・ディオールで Obvious フィーチャリングトラビス・バーカー。はい、ただいまお届けした曲はイアン・ディオールで Obvious フィーチャリングトラビス・バーカーでした。そしてここでもう一曲、私が気になっている新曲をお届けしたいと思います。ドロー・ケンジという名前の彼もね、昨年から、私は彼のことをしたのは昨年なんですけれども、まあ数年前からサウンドクラウドで注目されていて、で昨年こうインターネットマネーっていうね、まあ気鋭のプロデューサーチームと一緒にこうシングルを出したりしてましたけれども、このドロー・ケンジもまさに新しい感覚で自分のこうメロディー、自分のサウンドを構築しているなというふうに私が感じている、ラッパーの一人ですね。で、彼もついこの間 With or Without You というアルバムをリリースしまして、結構これがスルメ版っていうか、こう何度も私がこうね、珍しいって言ったらちょっと変かもしれないけど、結構ね、何度も何度も繰り返し聴いてしまうアルバムですね。で、なんとなく自分の中でこうロディ・リッチのアルバムと続けて聴くのがすごく気持ちがいいんですけれども、はい、さっき話したイアン・ディオールみたいにこうドロー・ケンジもね、新しいエモラップの解釈ってことをこう実践しているアーティストかなというふうに感じています。というわけでここでもう一曲お届けしましょう。ドロー・ケンジでバニッシュ。Dig tracks. Get the rhythm. Move to the beat. Room 101.Shiho Watanabe on Bay FM 78。 渡辺志保がお届けしてきましたミュージックガラージルーム101。そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週も30分あっという間に過ぎてしまいました。いかがでしたでしょうか。ぜひ番組を聞いての感想や質問、リクエストなどなどメールでお寄せください。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。メッセージには必ず電話番号を含めたご連絡先をご明記ください。あなたからのメッセージお待ちしております。というわけで、最後はですね、毎週毎週オールドスクールチューンをかけているわけなんですけれども、エッセンスというですね、アメリカのこうね、まあ主に黒人の方向けのメディアがあるんですけれども、まあもっと言うと黒人の女性に向けた、メディアがあるんですけれども、その2月号がね、表紙がね、メソッドマンだったんですけど、めちゃめちゃかっこよくて、その俳優としてのメソッドマンに、焦点を当てたインタビューになっていて、ウェブでもそのお写真、インタビュー、楽しむことができるので、ぜひメソッドマン好きの方にはチェックしてほしいなと思います。というわけで今日は最後にメソッド版の Bring the Pain をかけてお別れとなります。ミュージックガラージルーム101、ここまでのお相手は渡辺志保でした。また来週お会いしましょう。 See you!